2015年5月 Wii U 専用ゲームスプラトゥーン誕生。より多くの色を塗ったチームが勝利という単純明快でシンプルなゲーム性であるが、その分かりやすさゆえに瞬く間に人々を魅了し、一躍超人気ゲームとなった。また新ルールガチマッチの登場以降、コアなゲーマー層を取り込み、腕前システムによる実力の数値化も行われるようになる。今やスプラトゥーン競技人口は数百万人にも上るという。時は流れ2016年5月。発売開始から1年が経過したというのにもかかわらず、腕前 S プラスに上がれない男がいた。その男は一度は引退を決意するものの、ファンの声援を受け復活する。彼の名はモコ。今宵、スプラトゥーン界にひしめくモソたちを蹂躙すべく、モコは再び立ち上がるのであった。大阪人月光勝ちマッチ、ここに開幕。ひゅー、ここがハイガラシーか。なんか若くて可愛いお姉ちゃんがいっぱいいて最高じゃねえか。ん？どうしたのかな？ん？君彼氏いないの？俺とちょっと遊んじゃう？なんつってな。うえ。なるほど、ここが俺の次の新たなる戦場ハイガラシーか。だがな、俺はスプラトゥーン界、すべてを束ねる男だ。そんな俺にとってこのハイカラシートやら、狭すぎる、小さすぎる。いずれここの奴ら全員、俺に屈服することになるんだろうな。はい、ってことでね、もうご登場します！大阪人月光ガチマッチシリーズ第1回やってまいりました。まあ、前回のシリーズにて、激怒のガチマッチというのをやっていたんですけれども、ついに私 A プラスに上がることができまして、まあ、一つの区切り方だと思って新シリーズとしてね、また新たに再出発を切っていく所存でございます。このシリーズでは、目的が2つあります。一つは、S プラスに上がること。そしてもう一つ、苦手なものを克服していくこと。そうです。今回、あえて動画収録をこの時間にしてるのはですね、ロビーに行きましょうか。私はやっぱ一流のスプラトゥーナーになるため、もうすべてをまんべんなくこなせる男になりたい。そう、苦手なものから逃げてはいけない。なので今回は一発目、最も苦手なガチアグラからステージ始まっていきます。もちろん苦手なものっていうのはステージだけではなく、まあ、例えばその武器であったり、そういうなんかいろんなステージであったりね、ルールであったりいろいろとあると思うんです。そういった苦手要素から一切逃げることなく S プラスになると。それで、そうやって登り詰めた S プラスにこそ本当の価値があると思ってるんで。そういうコンセプトというか、その、まあ、一つのテーマをね、皆さんも頭の中で炊き込んで認識しておいていただいた上で見ていただけると、非常に良いのかなと思います。はい。では、大阪人、結構ガチマッチ第1回、決めすべき1戦目やっていきましょう。はい、一戦目でございます。大阪人、月光勝ちマッチ。はい、一発目、マイマイゾトスター、よろしくお願いします。はい、ちょっと一戦やって、ちょっとなんか惨めな負け方してしまったんで、ちょっとそこカットしました。すいません。はい、これが、本当のみの一戦目です。やっていきましょう。で、ヤグラの何が苦手っていうと、特にこのカーボン、自分やっぱ一番まともに使える武器がカーボンなんだけど、そのカーボンでの立ち回りが本当に難しい。ここは。基本的にやっぱその遠距離武器がないと戦えないステージだと思っていて、この近距離。ナイス。オッケー。うわ、滑っちゃった。ごめん。この近距離での立ち回りを要求。あれ、あー、当たるんだよ、今のが。だから要はこういうことなんだよね。その、どうしても敵が矢倉に乗ってるから、その、
矢倉に対して仕掛けていかなきゃいけないのにかかわらず、その矢倉に対しての矢倉から上から撃たれると、そのリーチの長さで勝てなくて、え、ちょっと待って、リードされて、何されてんのこれ、もうどこで、もう、おい、だからなんで今の死ぬんだよ、意味わかんねえこれ。で、こういうことなんだよ、だから俺が苦手って言ってんのは。で、全然カウント止まんないしな。なんでなんでなんで、おかしいじゃん。おか、いや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 、ちょっとどんだけ進められてんだよ、お前、短時間でこんな、いきなりからよ。わあ、滑る、滑る、滑るクリーン反応。ほら、見ろ、今の。もう、だから、取られんなって。もう、ダメだ。あ、死ぬ。オーケー、見ろ。はい。あー、くそ、動きまりだった、もう。なんで俺がこんだけ活躍してるの、いきなりから、もう、ギア、羨ましいな、あれ。立ち回りは正直このステージ得意なんですよ。ただ、ヤグラがほんとダメで。あ、無理、死ぬ。オーケー、乗る。あ、すげえ、もうだからなんで、やって、乗って、ナイス、オッケー、これ勝てる。うわー、だから、でもこの勢いはある。で、あ、敵全身だ、はい、座る、ボム撃つ、一回こっちと、降りるわ、俺、控えろ、よし、オッケー、乗っていく、よし、いけるんじゃん、乗るっていうか、あ、敵陣行こう、敵陣ジャンプしてからの、引き戻す、んー、よっしゃ、オッケー、こういうことよ、今回の俺は。あ、ただ今のはね、あ、いけるで、焦んな。じゃあ俺が逆方向から行くわ。バレてるな。これ、これ上に行かれると、だからどうしようもない。おーし、上がった、もう、なんか、真ん中に戻せば、はい、まず。嘘、逃げる、あれ、おら、動きでも別人になったでしょ、僕。当たる、かわせ、もう出ない、よし、しっかりこのスパショ時間っていうのを考えて、知らないんですよね、いや、正直これで負けたらさ、もうどうしようもないねんけど、はっきり言うけど、いや、ごめん、これで味方のキルレがほんまゴミってたら、俺、しばくよ、マジで、全員。これ、ラストチャンスだ、これ。おい、ちょっとごめん、降りるわ。あー、だが、もう、奪われただ。いや、でもこれでさぁ、これで勝てないってさぁ、無理やろ。俺一番動き良かったはずやねんけど。俺一番良かったやろ、動きな。なんで勝てへんねん。はい、マッチングをいたしました。よろしくお願いいたします。まあ、とりあえず、へこたれずに、マヒマリゾートスパ。
もちろんいい動きをして勝てないっていう現実、そういうのもしっかり受け止めていけれる人間に、まあ、なる。人として成長する。そのスプラトゥーラーとしてだけでなく、やっぱ人としてやっぱ成長をね、遂げられるような、そういう立ち回りというか、男になっていく。おら。リードされてんじゃねえよ。死ぬじゃない？だからまずさ、そのさ、言いたいんだけどさ、ちょっとあの、まず、なんでカウント止めに行かないの、カウントを。あー！ナイス。しっかりまずカウント止めようぜ。よし。おー、うまくない今の。もうカーボン、走れ、もうだからこう、もうこういうチャージャーがほんと嫌なんだよなぁ。チャージャー、シューター。ただもうカーボン使わしたらもう正直右で出るものはもういないんじゃないかっていうぐらいほんと上手くなった自信があるんですよ、自分は。それだけの修行をね、この 2週間ね、積んできたんですよ、俺は。あー、シューターだけはマジで無理。シューターがほんま無理やから、しっかり味方ビーコンを使っていき、上に上がっていく。くそ、あいつ倒したいな。あの距離じゃ絶対倒せないねんな、カーボンじゃ。オッケー、カンドリードできるんじゃん。あいつ倒す。ちょっと待って、待って。ノロウイルス、オッケー。オッケー！おっしゃー！今の当たった！うわーい！いや、ぐらい乗ってくれって、お前どんだけ他力本願やねん、お前。名前からやる気感じないんだけど。ちょっとこれはね、もうね、カウントで勝ちたい。カウントで勝つというよりかは、当たる！これ当たるんや、やっぱり！後ろに乗ったら当たらんのかと思ったけど。まずいな、ヤグラ。まずい。ヤグラ乗れる。乗れる。うわぁ、もう。うわあ、同時打ちになっちゃうねんな、今のが。味方乗ってくれてるから、オッケー、いける。ちょっとね、味方乗ってるけど、ヤグラに直接言い方で、まずは前線にまず出る意味で飛んで、ぐるーっと一周してから、こいつ倒して乗る！ 9 番は無理なんで避ける。こっちから攻めようか。うわー、敵4体フルメンバーなんか、これ。どっち飛ぼう、こっち飛ぼうか。これ、この勢いちょっと、止めたくないねんけど。ナイス。味方がすごい、今回。よし、上から、うわー、もう結局この9番とか打たれたらどうしようもないねんけどさ。でもなんかこういうので勝つっていうのもね、なんかね。おいしょ。戻ってきてるか。乗る。うわ。乗りましょう。よし。おら。おー、頼む、行ってくれ。いけ。あー。
まあ、勝ちでしょう。これは止める俺が。うわうわ、おら、俺が乗って終わりだよ。しこんな感じです。え、何あいつ13キル0です。まあ、世の中にはこういうね、正直やっぱね、壁があるんですよ。壁というか、そのどうしても自分がどんだけ努力してもやっぱりね、到達できない領域っていうのはあると思うんですけど、そういう壁をぶち破っていくっていうのも目指してやっていきたいし、やっぱ本当のスプラトゥーン上手くなりたいんで、今回は皆さんぜひね、また見てくれたら嬉しいです。僕の成長も、そして勝利のビクトリーロードを。ありがとうございました。